トメが家にアポなしで来て昼過ぎまで居座る。こっちも意地になって昼飯抜きの構え。変にプライドの高いトメは嫁からお母様お食事どうぞと言われるまで待つ。もちろん陰で気の利かないダメ嫁と言われてるのは知ってます。そして今度はとっても気の弱いトメトモを連れてきました。お昼時トメトモがそろそろお昼ですし私はこれでと帰ろうとするのを、あらやだご飯くらい召し上がっていって、嫁子さんほらお出前でも、ほんとあなた気が利かないわね。お客様の前でなんてこと言わせるのかしら、まったくごめんなさいね。ほんと家の嫁は気が利かなくって、私もいっつも困らされてるのよ。そこでトメトモさんごめんなさいね。うちでは義母が来てる時は食事を出さないんです。普通はトメトモさんみたいに遠慮するのが常識ですけど、義母はそうじゃないものですから。非常識でしょ、よそのお家でこんなこと言うの。ですからなんとかご自身で非常識であるということを気がついていただきたくて、トメトモさんみたいなご立派で常識的な方が身近にいらっしゃるのに、どうしてうちの義母箱なのかしら。ふう、トメは真っ赤になって今にも怒り出しそうだったけど、トメトモさんが必死で、嫁子さんの言うことも一理あるわよとなだめて連れて行ってくれた。あとで向こうから離婚だ絶縁だと言ってきてくれたので。ええ、絶縁ってもう会わないってことですよね。わ、ああって嬉しそうに言ってみた。トメはうとと旦那にもがっちり締められて、さらに私はトメ公認絶縁嫁、嬉しいです